皆さんこんにちは。おはようございます。エミです。お元気ですか？いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日の BGM は Sound of the Sky、 空の音というものを選ばせていただきました。昨日はね、久しぶりに友達と会ってね、楽しかったので、ちょっと今朝はいい気分なんですけれども。そしてアレックスくん、 YouTube 始めたんですね。今朝この祭りの振り付けをしているのをね、初めて見て、なかなかいい感じと思いました。皆さんもチェックイットアウト。そしてまずは花ウィンドさんからこんな質問いただきました。ところでエミさんに質問なんですけど、以前外国の方はツッツさんのことを知らないかもという話になった時にふと思ったんですけど、外国でも30カ国だったか、藤井風公式アプリが見れるようになりましたよね。違ったかな。もし見れるのなら、お知らせやツッツダイアリーは何語で書いてあるんですか？もし切り替えとかできて英語で読めるなら、ツッツさんの人柄が理解できて、マネージャーがアーティストと同じように愛されている珍しい例だと分かってもらえますよね。それと海外のサブスクしか聞いたことない人は、どうやって藤井風公式アプリのことを知るんでしょうね。しょうもない質問失礼しましたということなんですが、確かに現在ね、30カ国ほどこちらの国ですね、でアプリを見ることはできます。そして言語も英語と日本語で変えることはできるんですけども、その変わる部分というのはメニューの部分だけなんですね。だから内容までは変わらないですね。なのでツッツダイアリーとかは普通に日本語でしか見れないという状況です。ただ昨日私も話題にしていたズツさんがトップラインに載せていたスイカ割りのやつとかね、ああいうのをね、トランスレートっていう風の押せば日本語と英語に変えることができるんですよね。でアプリはどうやって知るかっていうことなんですけども、やっぱり教えてあげないと分かんないかなと思ったんで、私もアンジーさんに教えてあげたんですね。写真とかね、そういう映像とかも見れますからね、そういうのでも楽しめるかなと思ったんだけども、アンジーさんの国はこの30カ国に入ってないので、アクセスできないということでした。まあ、今後改善していくということを最初におっしゃってたのでね、まあ、今後どんどん図体よりも英語で見れるようになったら嬉しいですね。ということで花ウィンドさん、ご質問ありがとうございました。他にもね、同じように疑問に思ってる方がいらっしゃるかなと思ってシェアさせていただきました。そしてあなたの風くんの萌えポイントはというのにね、関してのコメントもいただきました。まずはナキさん。エミさん、萌えポイントどうしても言いたい。萌えよの BTS でプールの中で赤い服着てダイバーの先生の指示を受けてるとこ、息を止めてって聞きながら息止めちゃって、いや今は止めなくていいからって言われてニコッと笑う可愛い風さんということで、私もそこ大好き。ありがとうございます。そしてアコリンさん、エミさん、初めてコメントを読んでいただけて嬉しいやら恥ずかしいやらで、その後ニマニマが止まりませんでした。私が思う風さんの萌えポイントは、ブルーレイでは皆さんが言っていたように、サックスを吹きながらの会場からの入場かな。手あげな、もうたまんない。あとキラリ BTS のまだ食べるの、はい、あーんにはズキューンとやられてしまった。姉に面食いなのねと言われた時、確かにイケメンだけどそれだけではないの、優しくて寛容で、となってうまく言えないのがもどかしいです。思春期頃の片思いみたいな気持ちになったり、おかんみたいな心境になったり、心が忙しくて、なんかこの頃あまりお肉は食べたいと思わなくなってきたのも風さんの影響かもということですね。ありがとうございます。そして昨日朗読させていただいたこちらね、人生後悔していること、こちらに来たコメントもいくつかご紹介させていただきます。中村咲子さん、エミさん、いつも配信ありがとうございます。毎朝楽しみに拝見させていただいています。人生後悔していることのお話を拝見して初めてのメールさせていただきました。エミさんにこんなこともあったのだと胸がいっぱいになり、このところずっと悩んでいた気持ちがほんの少し楽になったようです。ありがとうございました。私にはこんな経験があります。次男が
小学5年生の時、音楽の先生がリコーダーの得意な息子をブラスバンドに誘ってくださいました。ところが当時、自称お受験ママだった私は、土曜日は塾の月齢テスト月1だけの日なので、ブラスバンドの行事を欠席することになり、団員に迷惑をかけるからとお断りしたのです。最近、金管の奏でる音楽を聴くたびにそのことを思い出して、次男に悪いことをしたと後悔の念に駆られていました。エミさんの一文は私の心を救ってくださる名文であると思いました。これで少しでも懺悔になればと思います、ということだね。まあでもね、お母さんもその時その時精一杯やってるんですもんね。まあ誰のせいでもないとは思いますが、ありがとうございます。そしてちえさん、えみさん、ワクワク様です。フラワーアレンジメントを紹介してくださってありがとうございます。えみさん、フルートを諦められた経験が終わりなんですね。私は高校生の頃、渡辺貞夫さんのサックスが好きで、サックスを始めたかったのですが、親に言えず、社会人になってからスキーにお給料をつぎ込んでいたので、サックスを習う余裕もなく、子育ても終わり、風さんに出会い、何か楽器を始めたいと思い、夫にピアノかサックス習いたいことを打診してみたのですが、却下されてしまいました。事後報告で習い始めてやろうかと思っている今日この頃です。てちえさん、グッドですね。それいいと思いますよ。ぜひやってみてください。やっぱりね、人はね、その人のやる気を見るとね、反対しててもね、もう圧倒されて、もう賛成せざる得なくなるってことは多々あると思うんですね。私もそういう経験を娘にたくさん見せていただきました。はい。ありがとうございます。そして、リンドミョウさんからこんな情報をいただきました。素敵な動画見つけました。8月6日、岡山国際サーキット場。私が唯一行ったことある場所。で行われた花火大会、キラリとコラボです。キラリのところが本当にキラキラで、とっても感動ということでね、動画のリンクを送っていただきました。私も見てみましたけど、本当にね、キラキラしてましたね、キラリでね。こちら概要欄にリンクをつけておきますので、もしよかったら皆さんも見てみてくださいね。ありがとうございますね、とめこさん。そして本日もお笑いコーナー、クロクロ劇場読ませていただきますね。えみさん、We are in love. セミの鳴き声とともに降りる。キラリ保育園。ミーン、ミーン。ゼゼ。ああ、セミさんかわいそう。ズツ。ひっくり返ってるね。動かないね。ツンツンツン。ツンツンやめろ。ツンツンするな。ゼゼ。あれ？なんか言った？ズツちゃん。ズツ。ううん、何も。でもどうしてセミさんはひっくり返るの？ゼツゼツ。エミ先生に引きに行こう。セミ。なんだよあいつら、ツン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 しやがって。生きた心地しなかったぜ。つい慌ててひっくり返っただけなんだよ。そんなこともあるだよ。えらい長い間土の中にいたんだぜ。足だってもうつれちゃうのよ。しかしなんだよあの世界は。あじあじ。みーん、みーん。職員室、園長先生。あ、誰？こんなところに物を置いて。あらやだ、何もない。キロキロ。セーフ。エミ先生に見られたらすぐに Watch your step って言われちゃうわ。 Watch your step って何を捨てろというんだか。やれやれ。職員室の窓、セミ。ミーン、ミーン。ああ、俺と一緒だな、あの人間。足もつれてるし。まあそんなこともある、そんなこともある。エミ先生。まあ園長先生、大丈夫ですか？そんなこともありますよ。 It happens, it happens. でもお気をつけてくださいね。私たちにも子供たちにも園長先生は大切な方なんですから。園長先生。まあエミ先生ったら、私 I'm loved なのね。Just now I know that this one. Wish we will keep on going. 小話クラブインガーデンの美しきお花の皆様へ。 Keep it up. お体にご自愛ください。そして猫カーロちゃんは
幸せな子だったはずよ、ということでありがとうございます。そしてナッキーさん、エミさん、フルートもできるって本当に多才ですね。毎日このコメントをまとめて配信なさるのにもすごいなぁと感動する私です。皆様からのお写真、本当に楽しく拝見させていただいております。まさに参加型 YouTube さらり小学校キッチンにて園長先生が何やらお片付けをしてます。園長、捨てなさいってエミ先生に言われるし、風さんもはい次はい次って言うから、この炊飯器も捨てましょう。断捨離断捨離。風、あら園長先生、ご飯やめちゃうんですか？断捨離断捨離ってダイエットですか？園長、あらまあ風さん、なんですってデュエット、私が風さんとデュエット、まあ嬉しいですわ。で、何の疑いよろしいの？風、耳はいいって言ってたけど、やっぱりダメだこりゃ。いやいや、それよりさらり小学校の生徒たちちとびっくりなんで。園長、どうかしまして？風、わし科学の授業でドライアイスに水を加えるとどんな色の煙が出るかって聞いたら、色っぽいって答えが返ってきた。園長、まあ答えは白でしょ。風さんが流し目なんかなさるから、小学校の高学年になるともう大人なのね。風、わし流し目なんかしないっすよ、振り向いてみただけですよ。園長、それそれきゃ、そのお顔がいけないのよ。風、そんなこと言われても、でわかる子手あげなって言ったら、いやーってみんな騒ぐんだわ。エミ先生、あらあら風先生人気者ですもの。園児たちは可愛いけど、小学校高学年にもなると大人の階段登ってるわ。思春期の後、女子は小学校の高学年から中学にかけて、男子は中学から高校生の頃の 3,4 年間は。園長、あ、それ発情期、まあどうしましょう。エミ先生、うん、園長先生、それ成長期と言います。園長、あら私としたことがついついと、毎日風さんの MB を見てると、園長先生も何々期かもお後がよろしいようで、ということでね、ありがとうございます。そしてね、ナッキーさんから、エミさん、風民手芸部、エミさんのイメージの部屋見つけたよ、エミちゃんと名付けました。この間の風チン部屋にメガネかけさせ、赤の手作りセーター着せてみた。暑そうだけど、パーカーもあったんやけど、ちと小さい感じだった、ということでね、こちらの写真を送ってもらったんですけど、これがエミ部屋ですね。かわいいピンク。そしてこちらが風さん部屋ね、メガネかけてる。ありがとうございます。そしてタカコさん、エミさん、皆さん、ワクワク様、今日もスズメたちがつぶやいています。第13話学習スズオ、今日もすがすがしい朝だ、砂浴びでもしようっと。スズコ、ねえ昨日聞いた、エミさんとあの風少年がコラボして嵐の歌を歌ってたわね。スズオ、もちろん素敵だったね。スズコ、私思わずジェリーって叫んじゃった。スズオ、あの伝説のジュリー。スズコ、違うわ、 I'm jelly ってこと。スズオ、君って本当はゼリーでできてたの？それにしてはプルプルしてないね。スズコ、寝ぼけないで、羨ましいって言ったのよ。スズオ、勉強になります。ところでナッキー添乗員が姉ちゃん氷水って叫びながら走っていったの見た？スズコ、あああれはね、 Nature calls me って言ってた。スズオ、どんな意味？スズコ、1、お化けが出た、2、神様が呼んでる、3、トイレに行きたい、どれだと思う？スズオ、晩かな。そうなんだ、勉強になります。答え、3、トイレに行きたい、自然が私を呼んでることから。
今回も遊んでいただきありがとうございますということですが、今回もちょっと勉強になりましたね。皆さんありがとうございます。そしてね、なんとなんとのんなさんも参戦してくださいましたよ。えみさん、私もこんなシニカルなもの作ってみました。日中関係、インバウンド来店客、素敵な店内ですね。 BGM もいいですね。なんという曲。店員、担当者に聞いていますね。エミさん、 The Sun and the Moon。 インバウンドに笑顔を向けて、いい曲でしょ。敵対のない世界、いいですよね。インバウンド、こちらのショップはジャパンとチャイナコーダーがそれぞれなのですね。店員、はい、ええ、まあ日中合同開催ですかね。インバウンド、ここはジャパンコーナーですね。店員、いろいろ取り揃えてございます。金沢、津軽、尖閣は置いてございません。インバウンド、いくら円安でもちょっとお高くて手が出せないわ。店員、心の声、高くなくても手を出さないでください。先端での買い付けお断りです。インバウンド、あちらはチャイナコーナーですね。普段使いに何か手頃なものを探してみましょう。店員、スーパーでもお手頃なのはチャイナ製です。あ、それはボーンチャイナです。チャイナ製ではありません。お高級です。よく吟味なさってください。あ、お手を触れないようにお願いします。強く責めないでください。小文字だとジャパン、漆器です。チャイナ、これは説明するまでもなく陶磁器ね、ということでね。ありがとうございます。そしてのんなさんといったらね、もう外国の方との架け橋になってくださっておりますが、こんなコメントいただきました。えみさん、引き続きタイ情報です。祭りのリアクション動画の S タングモさんに、カデさんはピアニストとしても素晴らしく、弾き語りも素晴らしいです。日産スタジアムでのフリーライブご覧になりましたかとお尋ねしたところ、即返信くださいました。英語でです。助かりました。ご覧になっていてアメージング、楽しみました。ピアノだけであのパフォーマンス、何もかも全てが素晴らしいですね、と。世界配信の YouTube、 そして Spotify などのツールが風さんの世界進出を導いていますね。風さんのお父様の先見の目、生かされていますね。そのスタートがあのお父様、空兄さん合作の動画、そしてそれに続くたくさんの動画、そして卓越したピアノとあどけない表情のエブリスイングが、風さん世界進出の旅路の始まりだったかと思うと感慨ひとしおです、ということでね。のんなさん、いつもありがとうございます。そして本当に感慨ひとしおですよね。そして8月8日の言葉はグラムで、これね、ちょっと意味はいまいちはっきりとは分からなかったんだけれども、この最初のグラムっていうのはね、スラング的に言うとグラマラスの略で、派手なとか上品なとか素敵なという意味になります。そしてグラムの方ね、これはスラング的に言うとインスタグラムの略で、あの日本ではインスタのように後半部分を略しますが、英語ではグラムのように前半部分を略して表現しますってことね。なので、ちなみにインスタ映えするは英語でインスタグラマボーとかインスタジェニックとかフレクシングフォーザグラムというような言い方をするということでした。ということで、まあインスタ映えする素敵なものっていう意味でしょうかね。もし分かる方がいらっしゃったら教えてくださいね。そしてきょうちゃんからこんなメッセージとお写真を送っていただきました。今までざっくり書いたお習字風ちんを送ります。棚卸しです。私的にうまくできたミュージカ風ちんと文豪風ちんと藤井風 TV よりシソンヌ二郎さんです、ということでね、こちらのねお写真を送っていただいたんですけど、すごいですよね。もうね、きょうちゃんサラサラサラって書くんですよね。本当にお習字みたいに。いやー、ちょっとねびっくりなんですけれども、いやー、ありがとうございます。いいですね。
もう京ちゃんはね、才能の塊だと私は思ってるんで、これからも楽しみです。ありがとうございます。そしてリンドミョウさんからこんなメッセージと写真をいただきました。イースターの日、写真とともにエミさんには少しお話ししたんですけど、実は私以前フラワーアレンジメントの講師していました。いろいろあって続けられない状況になり、もう今では前世の記憶みたいになっていました。所属してカルチャーセンターの教室に派遣されて教えていた時期と、個人で出稽古していた時期とあります。またオリジナルブーケを30人くらいの方にお作りしたこともあります。当時母親から人のばかり作っているんじゃないとたしなめられながら、結局自分が手にすることはありませんでしたが、絵と同様昔のものはあまり残っていなくて、でも先日のナッキーさんの舞台でのお写真、そして知恵さんがお花に挑戦始められたのを伺い、これも私が生きてきた証の一つなのではと思い始め、断捨離してしまい、数少ない写真の中から少しだけ皆様に見ていただければと送ってみます。本当はベースがあるのだから生活に取り込めばよいのですが、なかなか余裕なく過ごしてしまう日々。先日の風さんのお見舞い動画に小さい花束と、その後生けた時はちょっと楽しかったです。絵は完成させるのに時間かかってしまい、本当にたまにしか送れないのですが、残っている写真なら少ないけど、こうした素敵な発表の場があるので活用させてもらいますね。そしてお花の写真送らせてもらいます。花かごは誰かに送ったものなのですが、ラサカラーだったので、私から別荘にいるカーロさんと虹の橋を渡ったカーロちゃんへということでね、こちらのね素敵なお写真を送っていただきました。いやー素敵ですね、もう本当に癒されます。ありがとうございます。ミントミホさんも絵にね、お花にすごいですね本当に。ということで皆さんのね、いろんなものをたくさん見れる最近本当に嬉しいんですけれども、本日はね最後にね、こちらも1年ほど前に投稿した感謝の反対は当たり前というものを朗読させていただきたいと思います。そして最後に、ケロピさんからのメッセージとお写真をご紹介させていただきますね。エミさんワクワク様です。皆さんの萌えポイント、そうそう、うなずきながら楽しく聞いてます。実は先日主人にお前少しおかしいと指摘されちゃって、自覚があっただけにこんなに翻弄されて自分大丈夫かしらって思ってましたが、なかなかどうして皆さんのマニアックなズブズブぶりそりゃあの才能の前には普通そうなるでしょうと居直り気味な私です。でもね、60過ぎの自分の旦那さんが突然アイドルの何々ちゃんに傾倒し始めたらって考えたら、彼の前では自重しようと反省した私です。あくまで前ではですけどね、これね、旦那さんも風旅にしましょう、一緒に楽しみましょうっていうのは半分冗談で半分本気ですそして今日は震災から復旧した 5.5 ヘクタールの農地に咲く200万本のひまわり畑に行ってきました。すべてのひまわりが整列したように海に向かって咲く姿に、人々の強さと復興への熱い思いを感じました。私はウクライナ支援のひまわり T シャツを着て、心のバックミュージックはエミさんのエブリシングで、天国のカーロちゃん、静養中の元子さん、カーロさん、風民の皆さんに太陽に向かって立つひまわりを届けますね、ということでね、今日行ってきたひまわり畑の写真を送ります。入場無料、ひまわり摘み取り OK、 山本町の復興にかける意気込み感じました。みんな頑張ってますねと、こちらのたくさんの素敵な写真ありがとうございます。ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a blessed day, everybody. エミでした。ではまた。
感謝の反対は当たり前。最近見ている YouTube チャンネルで本も出し、Amazon 売上ナンバーワンになったほなみさんの動画で、風の時代に信じられないくらいうまくいってしまう人の特徴。この風の時代に信じられないくらいうまくいく人は、感謝の度合いが高い人だと言っていた。私はどうかなと考えてみたが、自己評価だと私は感謝の度合いが高い方だと思う。例えば、私は小学校の頃、目が見えない人ってどんな感じなんだろうと、目を閉じて道を歩いたことがあるのだが、その時感じた恐怖と感覚は強烈に残っていて、それ以来五体満足であることに感謝するようになった。また私はロサンゼルスで最初に住んだアパートでは、お風呂のお湯がちょろちょろとしか出ずに、いつもお湯をためるのに時間がかかっており、その後一軒家に越してからお風呂で温かいお湯が勢いよく出た時の感動が忘れられず、いまだにお風呂でお湯を出すたびにありがたいなぁと毎回感じている。あと毎朝新しい朝を迎えられてありがとうございますと感謝するようにしている。最近思ったのは、日本人が食前食後に言ういただきますとごちそうさまでしたという言葉は、自然と感謝の意が込められていて、非常にいい習慣だなぁと思った。感謝の反対は当たり前というが、この当たり前と思える毎日が、本当は感謝に溢れているということを、いつも忘れずにいたいなと思う今日この頃だ。